国会議員は逮捕されないのはい。逮捕されませんえ。憲法50条に国会の会期中は、えー、逮捕されないという定めがあります。まあ、逆に、閉会中はですね、えー、逮捕されうるということです。また、国会法33条ではですね、えー、国会の外で犯した現行犯、これはですね、さすがに逮捕されます。ただ、えー、国会会期中であっても、えー、衆議院や参議院が許可を出せばですね、 これは許諾請求に対して許可をすれば、えー、逮捕することも可能で、例えば田中角栄さんは、えー、国会会期中にこの許諾請求が認められて逮捕された例があります。